もうさ本当にも,もちゃん、今、真正面でね、1メートルぐらいしか離れてないですよ、全然シワがない、うんね、あのね、うん、もう、笑うと、それはね、10代から、も,もちゃんは10代から、シワっていうか、いやいや目尻にね、鳥の足跡みたいな感じのね。<そ>う <laughs> もうさ、私もね、うん、前に若い女の子がいたら、ちょっと恥ずかしくて言えないけど、うん、同世代の陽子ちゃんだから言うけど、うん、これね、うん 伸びててきちゃってるのよ長さが最近ね眉毛まで届くんだけどどうするでもでもね私ねそれ理想の顔ですよ絶対もう嫌でも肌はいろいろこうたるんできますよ年を重ねるとどこにしわが入るかで眉間に入るよりは長くなったって目尻のシワ私よくいろんな雑誌とか美容のこと聞かれてもね、うん、目尻にシワが入るようにしていますって言うけど、うん 意味こう理想のだってほがらかって言って多分一番票を取るのは菊池桃子は南の横ではないわよ。ほがらかっていう私の理想とする女性の顔よ。かかね、だからそれはさシワっていうか。 なんて言うんでしょう本当になんかその幸せのなんかおしるしみたいな感じでありがとう嬉しいな今日からそう呼ぼうん、眉毛までつながるなんてって言ちゃう,もうそここうしてもうね <laughs> おでこはもう髪の生え際まで行けっていうぐらいね伸ばしてほしいけどい、うん、あの私ねあの若い頃から、うん、あなたって綺麗じゃないよね可愛いよねってて誰そんなこと言うの <laughs> よくね <laughs> 言われてたのだけど陽子ちゃんって 若い頃からなんかちょっと色気があって、今も綺麗でしょだって見ててさ、う女の人、自分が男だったらね、う女の人が毎日そばにいたら、ハッピーだよね。ほんとそれちょっと、旦那聞いてるみたいな。ねえ、でもさ、ヨ子コちゃん変わんないね。変わりましたよ。昔こんな口調で喋れなかったもんね。ちげちげ外見外見。外見ね。ありがとうございます。はい。